はい、これからですね、左右の旋回をねやってみたいと思います。現在の景色はこんな感じ。はい、ちょっともくもくね対流運がありますけども、それに注意しながらやってみたいと思います。簡単に景気の説明、こちらがですね姿勢を表す景気、そしてこちらが高度を表す景気ですね。現在は3500フィート、だいたい1200メーターぐらいですかね。はい、でこちらが昇降系ですね。上昇しているのか、この針がゼロよりも上になっていれば機体は上昇しています。ゼロより下の場合は機体は降下しているということを指していますね。現在はほぼゼロのあたりですので、水平に飛行をしているということですね。そしてこれが方向、方位、現在の進んでいる方向を示す景気になります。はい、今は S、サウスなので前方は今は南の方角に向かって飛行中ということですね。はい、でこちらがスピードの景気ですね。エアスピードの景気になります。はい、で現在ねこの姿勢器が、あの姿勢を表す景気はちょっと壊れてます。ちょっと壊れてるんですけども、ここのね、傾きのところだけ注目して見てください。さあ始めましょうか。はい、前方ね左右確認します。誰もいないかなと。はい、ではね、30度バンク左右やってみたいと思います。現在のポジション、はい、正面もくもくの雲がありますね。はい、右側、左側、そうですね、左側フィリピン海。はい、高度は3500フィートですね。バンキングのポイントはですね、ちゃんとゆっくり、ロールレートを保って30度バンクを確立させるってことと、バーチカルをなるべく、動かさないと、ゼロを表示させるように、ピッチコントロールをするということですね。それでは始めます。レフサイドクリア、で左旋回から始めます。バンキング5度、10度、15度、20度、25度、30度、はい、バンク確立したら、バーティカル、バンク、バンク、バーティカルチェック、バーティカル、バーティカル、AI、バーティカル、バーティカル、AI ですね。はい、バーティカル、バーティカル、AI、ここだけ見る。高度直感修正、30度バンク、バーティカル、バーティカル、AI、はい、もまなく30度手前、バーティカル、バーティカル、AI、はい、15度手前、ゆっくりロールアウト、5度手前、はい、高度修正します。はい、この AI ね、ちょっとね、壊れてるんですけども、このバンキングのところは、合ってると思いますんでね。はい、じゃあ高度は3500フィート、ヘディングサウスですね。今度は右旋回、右旋回してヘディング、ロールアウトはノース、ロールアウトヘディングはノースとします。はい、ライトサイドクリア、ゆっくり5度、10度、15度、20度、25度、30度、 AI チェック、バンクチェック、バーティカル、バーティカル、 AI、 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 30度手前、バンクチカル、バーティカル、 AI、 15度手前、5度手前、ゆっくりロールアウト。はい、こんな感じですね。今ちょっとね、なかなか喋りながらだと難しいんですけど、バンキングはここのポイントはね、ここですね。はい、そんな感じです。プロトラフィック211 overhead DPR 1400
QNH, 2 Nandecimo 7-9er, runway clear. 2 Niner, 7-9er, runway clear. We'll land runway 0-9er, 2-1-1.